やる気満々できてるいいぞいいぞ。むすび加工株式会社の古川と申します。私の会社はですね、プラスチックの射出性別と 3D モデル造形をやっている会社なんですけども、今まで金属加工の会社さんが商業権を取得してしまって、プラスチックがどこまで通用できるかということで一つ心配なんですけども、今回はまずデザイン勝負ということでデザインに力を入れてやってもらいました。かっこいい本を見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。株式会社日本コンピューターパークの鈴木と申します。IT 企業が盛り上がるに挑戦したいと思います。よろしくお願いします。最初
会社大塚鉄工所大塚といいます。今日はチーム相模原、を代表してまいりました。これに至るにあたってですね、小林製鉄工業の訪問制作所として、私どもの大塚鉄工所の感謝ですけれども、勝手に予選会を行いまして、8人からもご会いいただくということで参りました。投げ手はですね、うちの製鉄所に仏教会来ました株式会社の方です。まあ、初参加になるんですけども、まあ、パーサーさん、デザイン工房から取り入れます。今回役に使われる走行合金の方法をテレビしながら、なんか出ていきたいと思います。すいません。会社の説明の時はこれもこの辺に置くんです。はい。
多分名前だけでも何言ってるからなかなか難しいですよね、うん、3000万人のコマファンの皆さん、そして渋谷区20万トンで9000人のコマファンの皆さん、精度が勝つかデザインが勝つか、それとも作り手回しての熱き熱い思いが勝つのか、全日本製造業コマ対戦 T3 渋谷場所いよいよ開催です。本日はここ真夏の東京渋谷光栄8階コートより、実況担当私、いつもは黒いブラックスーツでビシッと決めていますが、今日は渋谷だということで渋カジファッションで決めてまいりました。黒杉田裕二、そして解説は同じく UK 精密のご意見番笠原 UK 正樹さんです。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。それでは、もう一方、ジョニー・デップなのか月亭課長なのかよく分かりませんが、対戦委員長であります緑川健二さんから開会宣言をお願いいたします。はい、それではただいまより全日本製造業コマ対戦 G3 渋谷場所を開催いたします。よろしくお願いします。続きまして本日おそらく渋谷ヒカリエの中で最もヒカリエにふさわしくないいでたちのこの男、対戦の勝負の行方をジャッジいたします。初代落ち森伊之助です。恥ずかしいです。よろしくお願いします。本対戦の模様ですが、エモノプロデュースにより全国全世界に配信させていただいております。それでは、全日本製造業コマ対戦渋谷場所ルールの説明をさせていただきます。コマは最大外径が20杯です。それ以下であれば材質重量は一切問われません。土俵は250杯 700R のケミカルウッド製になります。駒は指でひねって回すひねり駒、駒が土俵の外に出るか止まってしまえば勝負はつきます。勝者は敗者の駒をすべてもらえる総取り制となります。今回回し手の方がもしくは制作者の方が来場できない場合は主催者側で代理の投げ手を用意いたします。次に試合形式ですが、今回は、渋谷場所ということで、都内参戦の9チーム、それから全国から集結いたしました勇者7チーム合計16チームによる、トーナメント方式となります。はい。
ではスポンサー様のご紹介をですね、まずは1回戦第1ゲームですが、横浜から五甲八条前の方にお願いします。よっ、もう1チームものづくりの町大田区から睦弥加工前の方にお願いします。はい、笠原さん、はい、いよいよ大会始まりました。そうですね、初戦ですね。はい、初戦です。では両チームから練習よろしいでしょうか。練習されなければここからコマ取ってください。はい、はい、回し手以外の方は、皆さんできるだけ、コマの、実物見たいと思いますので、できればしゃがんでいただければ助かります。回し手以外の方はしゃがんでいただければ助かります。あと回し手の方、段の上に登っていらっしゃる方にお願いなんですが、回した後台の上で飛んだり跳ねたり、することのないように、土俵が揺れますので、飛んだり跳ねたり踊ったりすることのないようにですね、お願いいたします。さあ笠原さん、いよいよ始まりますね。はい、そうですね、五甲八条さんは第1回大会で、2回戦でした。そうですね、で敗退されておりますので、ちょっと回し手が回し手が悪かったですね。はい、はい、なんか審議隊の若いちょっとひげ生やした人が回しましたけど、ね、そうですね、で睦弥加工さんは樹脂の成形屋さんということで、樹脂を使ってどういったコマを出してくるかっていうのは、そうですね、そこは見ものですね。金属対樹脂というところも見ものです。非常に楽しみです。はい、では内森お願いします。はい、2連勝で勝ち抜けになります。さあどうか、1回戦第1試合、おっと、おっと、あっと、止まってしまった、睦弥加工どうした。まずは五甲八条アドバンテージとなります。今手が滑ったんですかね、笠原さん。そうですね、はい、五甲八条さん、1回大会で負けた時のパターンですね。あ、これは逆パターンですね。逆パターンで参りましたね。さあ大田区どうか、睦弥加工、じゃあおじまりお願いします。さあ来た、あっと、今度はいい回りだ、今度はいい回りだ。さあどうだ、さあどうか、どうだ。さあファーストコンタクト来ますよ。来ますね、さあ当たってきます。当たったのか、おっと、非常に両者安定しております。さあどうぞ、あっと、あっと、あっと、ブレーカー見すぎだ、あっと、2連勝でまさかの五甲八条1回戦突破です。五甲八条1回戦合意をついに払拭して2回戦進出です。睦弥加工さん、一言お願いいたします。リベンジします。リベンジ宣言ですね、ありがとうございます。皆さん、睦弥加工さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。まずはいいよ、あっけなくでしたね、五甲八条勝利ということで。さあ、じゃあ第1回戦第2試合いきましょうか。はい、次は、品川区からチームアンさん前の方にお願いいたします。おっと、出た、女性だ、しかも浴衣だ。でもう1チームは文京区から東郷さんです、お願いいたします。お、こちらは男性ですね。さあどうなる、これは笠原さん、ちょっと肩入れしたくなってしまいますね。そうですね、東郷さんもちょっとやりづらいかと思います、ここで勝ち上がるとかなり。さあ、おっと、さあ練習の方いかがでしょうか、よろしいですか。
お、サウスポーですね、しかもしかもサウスポーでパープル、すごいとこ食いつきました、ね、たまりませんね。さあ、どうだおちぼりよろしいですか。さあ、1回戦第2ゲームです。そぎた、どうか、どうか、ちょっと見えないぞ、どうか、当たりましたね、どうか、当たってます、当たってますね、カルさん、どちらもかなり安定しているようで、今、接戦になっている状態ですか。そうですね、変えてもらいながら、もらいながら、おっと、どうか、なかなか、両者譲り合わない、譲り合って、どうなんだ、どうなんだ、いい試合です、いい試合だ。日本コンピューター開発のチーム1、コンピューターだけではなくてコマもいいのを作ってきたそれに対して投稿意地がある、投稿意地がある、お互い意地と意地のぶつかり合いだ、どうか、どうか、おっと、投稿危ない、投稿危ない、投稿ぶれが、ぶれが、どっちだ、どっちだ、厳しいぞ、これ行事大変だ、これは行事泣かせの戦いか、どうだ、できれば浴衣に勝ってほしいぞまだまだ見たい、おっと、どっちだ、チーム1、チーム1、まずはアドバンテージです。笠原さん、今のゲームいかがでした。そうですね、両方ともかなり時があるようで、そうするとこういう膠着状態とかですね。そうですね、痛みがちょっと地味になってしまいますけど、はい、ただなかなか白熱したいい試合になりましたね。さあ、第2ゲームです、お願いします。さきさん、またいい当たりだ、どうか、また中心に緑茶陣取りました。先ほどと同じような展開ですね。そうですね、これまた膠着状態が続くかと、はい、そうですね。さあ、持久力の戦い、ちょっとブレがあるか、どうか、どうだ、このまま、このままずっと硬直状態が続くのか、できれば浴衣の背中姿を見続けていたいさあ、どうだ、いい試合ですね、笠野さん。そうですね、ちょっと触れ始めてきましたかね。ちょっと両者触れが大きくなってきました。先ほどと同じような展開です。やはりチームワンさんの方のコマは重心が低いんですかね。そうですね、かなり低重心に設計されているようです、ね、はい、そうですね。 おっと、ブレてきた、ブレてきた、両者ブレてきたが、どっちだ、うっと、おっと、おっと、両者同じようなブレ方をしている、どっちだ、どうか、どうだ、おっと、チームワン2連勝、チームワン2連勝で2回戦進出です。コールが出ております、おはようございますワンちゃんクールだからじゃあ、東子さん一言お願いいたしますちょっとやりづらかったですね私の責任ではないと思いますけどもありがとうございました。東子さんに皆さん大きな拍手をお願いいたしますはい、じゃあ両チーム退場してください。ありがとうございました。さあ、試合の方は第3試合と進んでまいります。1回戦第3試合、栃木県からやってまいりました、那須塩原から金星工業、前にお願いします。そしてもう1チーム、東京中野区から野方電機工業、今度は僕から取ってください。おっと、金星工業今日は仕込んできてないの、おっと、中来たぞ、なんだこれは、なんだこいつは何をやる気だ、お、なんだ、お、液体窒素のようなものができた、なんだこれは、なんだ痛そう、どうなってる、冷やしすぎた、説明じゃないと、ちょっとあっさりしすぎてよくわかんないぞ、なんすかそれ、
これゲージ通るの第一。ゲージは通ってます。通ってます。ゲージは通ってます。これはどういう仕組みなんですか。鋳造ゴマです。鋳造ゴマ。鋳造ゴマで切削なしで。なしで。鋳造ゴミでやっております。おお。どこまで回るか。なるほど。芋の焼金製工業やってまいりました。芋の焼きましたね。そう。今日はちょっとかっこいい仕込みだぞ、金星工業。さあ、それに対するは中野区の野方電機工業です。練習はいかがでしょう。よろしいですか。さあ、東京の意地を見せるか、それとも仕込みの金星工業か。おちもりお願いします。さあ、来た。おっと、おっと、野方電機出ました。出ました。プレッシャーがあった。これは相当プレッシャーがあったのか。野方電機、まずはアドバンテージ金星工業です。さあ、第2ゲームお願いします。さあ、来た。おっと、今度は両者に回りだ。少しちょっとブレが大きい両者。一発当てるとその場で決まる可能性ありますね。ありますね。笠原さん、これブレが両者大きいですね。そうですね。当たるか、どうか。うん、当たってる。当たった。当たった。おっと、おっと、どっちだ。おっと、野方電機。ドローですね。おっと、アドバンテージ野方電機に変わりました。これで野方電機が勝てば2回戦進出となります。お願いします。おっと、またしてもプレッシャーだ。まだ回ってるぞ。ダメだ、止まった。金星工業のアドバンテージに、まあ、まだです、まだです。2連勝ですから、2連勝しないと抜けれません。はい、アドバンテージが金星工業に変わりました。さあ、お願いします。おっと、投げた。あっと、あっけなく決まった。2回戦進出は仕込みの金星工業です。おめでとうございます。じゃあ、野方電機さん、一言お願いいたします。金じゃなきゃ意味なかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、片野さん、あっけなく勝負がついてしまいましたね。そうですね、野方電機さん、だいぶ低重心で、はい、精度よく作ってらしたような見た目には見えたんですけど、ね、そうですね、緊張されたのか、はいはい、投げ手の方、ちょっとプレッシャーかかったのか。金星工業は多分勝つと思ってなかったと思うんで。そうですね、私もそのように見受けられましたね。次、多分やることもないと思うんですよね。ないと思いますね。はい、さあ、次の仕込み、また今から考えて、今、どっか消えてしまいました、金星工業。さあ、第1回戦、4試合目になります。葛飾区から、三好です。前の方にお願いします。そしてもう1チーム、これも東京都小金井市から、ザ・ブングル小金井、前にお願いします。おお。さあ、立ち位置はどっちだ。ここから取ってってください。おっと、三好は投げ手は誰なのか。あ、誰だ。杉ちゃん。杉ちゃん。誰だ。杉ちゃん、これ。なんか言うのか。なんかデコが狭いぞ。どうした。さあ、来るぞ。まだ投げ手決まってなくて。決まってない。これは問題ですね。おっと、腰前か。腰前なのか、これは。じゃあ、投げないなら投げるわ。小芝居できましたね、三好。何ですかね、三好。投げます。投げ手の方、お名前は。松野さん。じゃあ、松野さんだけ立っていただいて、後の方、すいません、しゃがんでください。そしてもう一チームが、小金井から、ザンブン、ブングル小金井。確かに似てなくはない、そんな感じですが。先ほど二軍発言があった小金井さんですね。さあ、今日はどうか、練習はよろしいでしょうか。お、いい回りでしたね。お、こちらもいい回りだ。よろしいですか。じゃあ、おちもりお願いいたします。さあ、どうか。おっと、両者いい回りです。綺麗に外から回ってきました。綺麗ですね。綺麗ですね、小金井。外から回って、さあ、ファーストアタックは小金井強いですよ、これ多分。小金井強そうですね、安定してます。おっと、今ファーストアタック、おっと、2回目当たった。
触れてる下に潜り込むと一瞬で決まる可能性ありますね。そうですね、重心低いですね。おっと、周りから回って攻めてきているな、小金井。これいやらしいですね。いやらしいですね。投げ手の方もちょっと、おっと、小金井強い。三好危ない、どうした。さあ、アドバンテージがザ・ブングル小金井。二軍でこの強さ。じゃあいきます。佐野が、おっと今度は激しい動きです。そして先ほどと同じような展開、周りからグリングリン来てますね。グリングリン来てますか、笠原さん。グリングリンですね。グリングリンです、はい、おっと、また周りから回って攻めているのが小金井。中心に陣取るは三好。さあどちら。おっと、あっと、ブレーキだ。危ない、三好危ないぞ。このまま終わってしまうのか、一貫さんで終わってしまうのか。三好コナリーの勝ちです。2回戦進出は小金井市からの小金井2軍です。では三好さん、一言お願いいたします。実はですね、彼は順番をほとんど使ったことがなくて、この小松大会のために順番を覚えて必死で作ったと思います。なるほど。ここまで検討したんで、皆さん拍手お願いします。ありがとうございました。素晴らしい、松野君に拍手を。では三好さん、ありがとうございました。じゃあ2回戦進出ということで、小金井さん、次頑張ってください。さあ、1回戦ちょうど半分が終わりましたが、緑川さん、いかがですか、ここまでの戦いぶりを見ていただきまして。やはりレベルが高いというか、レベル高いですね。駒大戦これで4回目ですけど、はい、皆さん研究されてますね、はい、小金井さんの2軍でここまで強いとは。そうですね、さすが小金井ですね。加藤さん、今までの中で注目チームはどちらのチームになりますでしょうかね。そうですね、やはりチームワンですかね、はい、やっぱりチームワンですね。これはもう実況の私も心を込めて応援させていただきます、はい、さあ1回戦5試合目と進んでまいります。宮戸区からソリッドワークスジャパン。はい、はい、ちょっとアナウンスがある。はい、あ、すみません、アナウンスがあります、失礼いたしました。ぜひ一般の関係者の方が中に入っていただいて、お近くにぜひ見ていただければと思います。ありがとうございます。はい、よろしいですか。はい、港区からですね、ソリッドワークスジャパンさん、お願いいたします。赤い T シャツできました。もう一チームが八王子から HFA です。おっと、なんだこの男は。なんか実況席に殴り込んできましたね。なんだこの男は。出てきたなんだこいつは。HFA 一人で盛り上がっています。我々 HFA ですが、光の方にですね、ものすごい投資をしてきました。もう投資をしてきた。ところが八王子の中小企業資金繰りが悪いです。悪い。そういうことでですね、アラブより投資家を募りまして、今日その投資家を紹介させていただきます。なんとアラブから、アラブ一の大富豪ミスターアブラギッチョンブッチャ。なんだこの音楽は。そう、なんだこの、なんだこいつら。何をやるつもりだこいつら。これは恐ろしい。 HFA この機械の音楽は何だ。どこから用意してきたんでしょうか。今日の中心はどうだい。こちら、あ、失礼しました。ミスターヘビー、今日の中心はどうだい。あ、すいません。あ、めっちゃ取り入れた、めっちゃ取り入れた。あ、これは一の風呂です。じゃあ今日のコンボ出してみようか。ちょっ
ました。と長い小芝居になってきた。昨日やつが出ちゃったんであれなんですが。そう、かぶってしまった。おらきました。今日は起きた。あいまで見つけ、まずちょっと見つけ。相当長い小芝居だ。どこは、どこは。ちょっと待って。ちっちゃい。おっと、誰か出てきたぞ。おっと、どうした。はい、この方でやらせていただきます。どうもありがとうございます。もうギリギリのところでした。ギリギリ、ギリギリ拍手がいただけるかどうかの小芝居でありました。ありがとうございます。 HV の柏田君に拍手をお願いいたします。さあ、いよいよ対戦に入りたいと思います。笠原さん、はい、ちょっと余計な腰目が入ってしまいました。そうですね、練習したんですかね、あれね。そうです、練習した割にはいまいちでしたが。さあ、両者練習よろしいでしょうか。よろしいですか。はい、じゃあお願いいたします。残った。あっと、手が回ってはみ出てしまった。 HFA まずはアドバンテージです。さあ、どうなる。はい、どうだ。おっと、低い重心が、あっと、おっと、明らかに勝負は HFA の勝利です。いや、ソリッドワークスジャパン 3D キャドの会社で製造業に名乗り込んできましたが、一言お願いします。はい、打撃は重量級コマ K という。なるほど、なるほど。作戦負けだと。作戦負け。ものづくりの奥は深いということで直していきます。ありがとうございました。お疲れ様でございました。いやー、 HFA 勝ってしまいました。次はあの小芝居があるんでしょうか。さあ、1回戦第6試合です。チタン精密部品加工の西村金属、前にお願いします。そして足立区から OTS、 前にお願いします。おっと、西村金属、今日はどうした。投げ手が違うぞ。そして OTS 足立区から3人でやってまいりましたが、笠原さん、この OTS は全く情報がないんですが、はい、そうですね、はい、マシニングの製造業さん、足立区からですね、 OTS さんですね。不可能を可能にするってホームページに確か書いてありましたね。そこだけは下調べしてまいりました。そこだけですか、ね、あとつくばエキスプレス六町駅徒歩10分ですね。そこも調べてまいりました。片や鯖江から西村金属ですね。今日はちょっと投げ手が審議隊の事務局長ですが、どうですか、意気込みは。勝てるわけないです。勝てるわけないと。ちょっとあの可愛く仕上げてきましたね。さあ、練習はいかがでしょうか。おっと、重そうな駒だ。おおっと、これはこれはすごい、これはダメ、やばい、これやばいぞ。ただ笠原さん、このチタンゴマ、茨城場所では逆回転で非常に強かったですからね。そうですね、ゾンビ状態の、はい、まさに最初のあのタイトルでゾンビ君と、ゾンビ君ですね、倒ってつけて作ってきたから、ね、はい。さあ、伝説の逆回転が出るか、それとも六町駅から徒歩10分かかつか。さあ、お願いします。シャドが、おっと、当たった。おっと、綺麗に逆さまだ、逆さになってる。綺麗なピンクの逆さ、意外と強い。おっと、さあどうか、ここからが逆回転が出るか。どうか、どうか、どうか。おっと、来た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 。さあどうなる。意外と、おっと、揺らいできた。 OTS、チタン頑張る。逆さまは強い、逆さまは強い。おっと、オーバークロスが、どっちだ、どっちだ。まだある、まだある、まだある。両者踏ん張る。おっと、踏ん張る。
一番白熱した試合になりましたね、加藤さん。なかなかの好勝負でしたね。なかなかの好勝負です。OTS アドバンテージ。さあ、崖っぷちの一番金属どうする？お願いします。さあ、来た！おっと、今度は逆から来た！いきなり逆から来たぞ！練習してきましたね、事務局長。あれ、マシカさん。かなり練習してますね。相当練習しましたね。今朝眠そうでしたからね。おっと中心に陣取って安定してるわ。 OTS あっと今度は弱いか弱いか石村金属。あっとちょっと作戦ミスか。あっと OTS OTS が2回戦進出です。いやーしかしゾンビゴマ逆回転でどうですか。一言キムギチョお願いします。メガネの素材のチタンという非常に軽いものでチャレンジをしているので勝てるわけはないというのは分かったんですが、いろいろ作戦を考えてやってやっぱり勝てませんでした。前のメガネよろしくお願いします。ありがとうございます。しかし素晴らしい戦いでした。さあ続いてまいりましょう。1回戦第7試合、川崎から三和クリエーション、前にお願いします。そしてもう1チーム、秦野市から HBN48、秦野高等職業技術科、お願いします。と今度は後派対戦、どちらの駒も強そうだ。さあ練習お願いいたします。おっと両者流行っておりますね。流行っておりますね。流行ってますね。7月入社の新入社員だ。さあよろしいでしょうか。いいですか。じゃあお願いいたします。はい、では構えて先ほど頼んだ頼んだ。おっとおっと押し出すような形で、おっと HDA48 まずはアドバンテージです。今年結構ですよ。回しでじゃんじゃん変わって、できれば女性がいいですけど。そうですね。さあアドバンテージが HDA の48ですね。じゃあお願いします。どこ、あー投げて投げてのミスが2回戦1位スパー、秦野高等職業技術校です。あ、一言お願いいたします。いや光に一番近い武蔵小杉にある会社から来ましたけども、投げ手に恵まれませんで、ね、次回頑張ります。お願いいたします。ありがとうございました。さあいよいよ1回戦最後の試合になります。第1試合は埼玉神奈川連合ネジ工場 .com と旋盤加工 .com の連合チーム、前にお願いします。でもう1チームが相模原からチーム相模原、前にお願いいたします。おっと子供だ、これはやりにくいぞネジ工場。これはちょっと、勝ったら大人気ですね。ドットコム2人かかって子供、子供を流せる気か。さあ練習お願いいたします。いいね、僕いいねそれ。いいねいいね、これは相当やりにくいですね。超やりづらいですね。調整してるよ。なんだ、お調整してますね。おすでにもう大人気ないところが見えて、調整してますね。終わった、これはいい回りしてる。さあおまちもりいい、いい行事でお願いいたしますよ。公平に、じゃあお願いいたします。おっと、いい回りだ。おっと、両者いい回りです。よく似たコマですね、風間さん。そうですね、非常によく似てます。おっと、あっと、胸が出た。あと、おっと、おっと、強調させ、おお、チーム相模原、まずは1勝です。おっと、今度はお父さんか。おっと、これで勝負に出た、チーム相模原。ネジなめんなよ、どうする。お願いします。いただきます。おっと、どうか。
あーっと勝負が決まるついてしまったチーム相模原2回戦進出です。お願いいたします。そうですね、あっけなく終わりました。じゃあ一言ずつお願いいたします。はい、子供なんで楽しみです。いや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 、関東予選が9月30日にありますので、はい、こちらでは頑張ります。ありがとうございました。なんか心優しい2人を見せつけたようないやらしい感じの2人になってしまいましたがさあチーム相模原が第2回戦進出ということで、これで準々決勝進出の8チームが出揃いました。横浜の五光発情、それとチームワン品川区ですね、それと那須塩原からの金星工業、小金井からのザンブングル小金井で、八王子 HFA、 足立区 OTS、 秦野からの HDN48、 そしてチーム相模原と、この8チームが準々決勝進出となります。緑川さんいかがですか。なんか残ったのは色物ばっかりって感じですね。色物が多いですね。はい、今渋谷だからいいですかね。まあ盛り上げていただきましょう。風間さんいかがですか、中国チームは。そうですね、はい、ちょっと最初に余計なのあったんですけども、はい、かなり HFA はコマの作り込みがちゃんとしてあるような印象を受けましたので、うん、あ、そうですか。あれをずっと見せられるかと思うとちょっとそうですね、最初に余計なのがあったにもかかわらずそうですね、はい、あれ多分ずっと続きますね。そうですかね、今ちょっと姿を隠しておりますがさあ準々決勝参りましょうか。それでは1回戦を勝ち上がりました横浜、五光発情を前にお願いいたします。んいますね。そしてもう1チーム、ぜひ勝ち残ってほしいチームワンちゃん、お願いいたします。さあいよいよこの時間がやってまいりました。いやー場が一気に涼しくなりますね。笠原さん、そうですね、はい、爽やかでいいですね。爽やかです。いやー練習いかがでしょう。いいですねサウスポー本当に、いや本当にいい、よろしいですか。よろしいですね。じゃあ準々決勝第1試合お願いいたします。おっと来た、さすが女性を前に焦ったか、五光発情お決まりの投げミスだ。あれは飛び型ですね。飛び型ですね、五光発情の飛び出していくやつですね。さあチームアドバンテージです。よっしゃ来た、いい回りだ、両者いい回りです。低重心で下から攻めてくるチームアン、それとも横浜五光発情今回は踏ん張るか。さあどうだ、両者安定してますね。そうですね、投げ方がすごく良かったんで。良かったですね、特にサウスポーの女性の方の投げ方は非常に良かった。さあどうくる、こっから試合展開どうなるんでしょうか。笠田さんちょっとブレ始めてますね。チーム1の方が低重心で下から勝ち上げるような形で、ね、そうですね、あっとブレてきた、あっとここ初上ブレが大きい、ブレが大きいのはここ、おっと通った、チーム1強い、チーム1強い、素晴らしいです。チーム1、じゃあ五光発情さん一言お願いいたします。負け惜しみをどうぞ。関東見てろよ。おっとあまり迫力のない、迫力のないどんぶちかましでした。いやーチーム1強いですね、笠原さん。非常に低重心の設計されてて、はい、本当に安定したマリオですね。安定してますね、美しさだけではなくて強さも兼ね備えたチームワンです。さあ準々決勝第2試合はこのチームがまたやってまいります。那須塩原から金星工業を前にお願いします。それともう1チームは2軍のコガナイザブングルコガナイお願いいたします。おっとまたアタッシュケース、少しちょっと安っぽいアタッシュケースですが持ってまいりました。
持ってまいりましたが、また同じやり方か。おっと、鋳造駒ですね。さあ、練習はよろしいでしょうか。よろしいですか。じゃあ、準々決勝第2試合お願いします。うわ、来た。おっと、両者いい回りです。あったら、やはり壊れ強いのか。おっと、当たってる。当たってます。おっと、なかなかいいですね。いいですね。喧嘩駒らしい勝負、喧嘩駒の試合になっています。駒対戦らしいぶつかり合いです。おっと、鋳造駒は意外と強い。意外とあります。おっと、これだけ現れてもまだ待っている。少しブレが出てきた。少しブレが出てきた。鋳造駒はどうか。うっと、ちょっと厳しいか。あーっと、弱くなってきた。これで勝負は決まってしまうのか。やはり小金井強し。強いですね。小金井アドバンテージです。いやー、笠原さん、はい、強いですね、小金井チーム。そうですね、補欠といってもですね、多分補欠ではなくて2軍です。2軍ですね。補欠ではありませんので2軍です。補欠はちょっとかわいそう。もう小金井さん、多分何十個もコマ作ってるうちの2番目とかそういうんだと思う。そういうことですね、やはり強いですね。さあ、第2ゲームいきましょう。これで小金井勝てば準決勝進出です。はい、行きます。前で勝ち、おい、どうだ、どうか。これもかなりいい試合だ。ぶち当たってます。ぶち当たってます。さあ、どうか。先ほどと同じような展開。笠原さん、やはり強いですね、小金井チーム。安定してますね。あっと、キラブレラ。金星工業、ここで待ってしまった。いやー、小金井強し。なんかすごいこと始まるみたい。すごいこと始まる。なんか、なんだ、なんだこいつは。負けた駒どうなるんですか。負けた駒は没収ですよね。没収ですか。没収ですか。おっと、おっと、何をするんだ。何をやるんだ。水に入れた。水に入れてしまった。あれは水なのか、水でいいのか。うん、溶けてるのか。何だ、何がやりたいんだ。なかなか思った通りになってない。思った。おっ、これはどうなる。溶けてる、溶けてる、水に溶ける。水に溶けてるのか、駒が。あ、なくなっちゃいますね。お、なくなっていく。お、おっと、じゃあ、駒ちょっと土俵の上に乗っけて。土俵の上に乗っけていただきますか。土俵の、土俵のど真ん中に置いていただけますか。土俵の、そうです、そうです。あれ、駒がない。どうした。これはすごい仕込みだ。駒、これ、ない、ない、ないですね。ない。出さなきゃまずいっすね。まずいっすね。まずいっすね。まずいっすか。まずいっす。作りますか。じゃあ作りますか。おっと、じゃあ今から作ります。ここで作る。ここで駒を作るのか。何をやるんだこいつらは。おっと、なんか出てきた。これは笠原さん、型ですかね。型ですね。岩田ですね。おっと、あら、土俵をずらす。土俵をちょっとずらしていただいた方がいいですか。大丈夫ですか。おっと、人がせっかく準備した土俵を抜けてみて。さあ、何を始める。金星工業ですね。おっと、二段に乗せましたね。お、なんかカプセルから不思議な液体を取り出してきました。これは手品ですかね。何なんですかね、これね。何をやるんですか。小芝居長いっすかね。おっと、おっと、なんだこれは。おっと、これはなんか入っていかない。金属っぽい液体ですね。これ、緑川さん、これ何なんですか。多分今、鋳物を作ってるんでしょうね。これ相当時間がかかるんじゃないですか。なんかトン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 やってますが。行司さん、全部入りました。入った。全部入った。入った。おっと、
これでどうなる、これでさあどうなるのか。すいません、あの3時間待ってください。3時間、3時間待つ、3時間待てば駒ができるんですね。はい、3時間後にお渡しいたします。了解いたしました。ありがとうございました。素晴らしい仕込みの金星工業さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。いやー、さすが仕込みの金星工業でしたね。笠野さん、あれ素材何ですかね。素材はあれは何ですかね。まあ後で聞いておきましょう。後でね、ちょっとお願いいたします。いやー、三鷹さん素晴らしかったですね。すごいですね、まさかここまで仕込むとは。ねー、駒大戦の現場で物を作るっていうのはすごいですね。いや素晴らしいですね。いやー素晴らしい、まあ、戦いも素晴らしかったんですが、その後のアトラクションが非常に面白かったですね。さあ、準々決勝ですね。第3試合ですが、またあの嫌なチームを呼ばないといけないのか。呼ばないといけませんですかね、笠原さん。そうですね、めんどくさいんですけどね。ねえ、もうなしでもいいですけどね。まあいいでしょう。呼びましょうか。はい、では八王子から HFA 前にお願いいたします。HFA、 おっと来たぞ。今度は違う仕込みで来たが、また同じアラームだ。あそこでずっと待ってたんですね。多分結構恥ずかしかったと思うんですね。鋳造駒作ってる間もずっと待ってたんですね。ちょっと長いななんて思って、今度はなんだ、また奇妙な音楽を鳴らしてきました HFA です。また喋るのか柏田、元気ですか。また同じくだりだ。HFA 2回戦に行ってしまいました。ネタが1回戦しか作ってありません。大変申し訳ありません。あと、どうした、 CD が落ちた。CD がこぼれ落ちた。すいません、ぶっちゃん、ブッチャー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 さん、めんどくさい仕込みだ。2回戦どうだろう、調子は。2回戦のために、改めて踏襲したということで非常によく分かりにくいご芝居ですが。さて、もし聞かないけど、ブッチャー駒大戦の後どこに行くんだ。ロフトに行きたいということで2回戦やらせていただきたいと思います。よろしいですか。おっと、これで終わりか、これで終わっていいのか。終わってしまった HF。 おっと、まだもう一チーム呼んでない。足立区の OTS 前にお願いします。おっと、ブッチャーはしゃがんだままですね、笠原さん。そうですね、何をされてるんですか。ブッチャーはそれ何してるんですかね。なんか揉めてるんですか。そうですね、なんかコマ持ってなんか怒ってますよ。さあ、HMA、ごめんなさい、おじいさん、練習よろしいですか。よろしいですか。大丈夫ですか。さあ、先ほど両者とも2連勝で勝ち上がってきた強いチームですからね。そうですね、コマの仕上がりはもう、はい、もうね、小芝居はさておき、そうですね、最高の2チームですので、はい、さあ、もうこれで小芝居見なくて済むことになるのか。さあ、準々決勝第3試合お願いいたします。佐野が、おっと斜めから入ってきた。斜めから入って両者当たった。どうか、安定してますね。そうですね、あの当たった感じ HFA のはかなり重そうな感じですね。静かに、おっと急にぶれ始めた、急にぶれた、おっと、どっちだ、おっと HFA、 まさかの HFA アドバンテージです。おっと、ブッチャーガッツポーズしてますよ、ブッチャー。ブッチャーちょっとキャラクター忘れちゃいました。おとなしいはずのブッチャーがガッツポーズしてます。さあ、これで決まるのか、それとも OTS 踏ん張るか、お願いします。咲いた、今度も両者いい回りです。かなり安定してますね。安定してますね、綺麗な回りだ。さあ、どうか、
非常に安定しています。静かな好勝負です。ちょっとブッチャーがニヤニヤしてるのが気になる。何を企んでるんだ。おっとまたブレた。おっとどちら。おっと OTS、 今度は OTS に軍配が上がりました。アドバンテージ OTS に変わります。白熱してますね、笠原さん。かなりいい試合見せられた。いい試合ですね。おっと、なんだあれは、なんだあれは、これはなんだ。老人バックですね。老人バックですね。滑り止めを用意してきました。恥ずかしいです。なんか危ない粉かと思いましたね。とんでもないチームです。さあ、アドバンテージ OTS で第3ゲームお願いします。はい、じゃあ行きます。頑張って。あ、おっと待て、おっと、おー、規則的なバイオリズムで両者もしてます、シンクロしております。これに合わせてブッチャーが踊ってほしい。さあどうか、踊ってるぞブッチャー。さあどうだ、さあどうだ、おっとまた行事泣かせの展開だ。おっと待ちだ。 OTS、 OTS2 連勝で準決勝進出です。さあ、予定通り敗れました HF。 一言お願いいたします。八王子には今どこまで襲われてないと思います。はい、ありがとうございました。9月には関東大会八王子であります。頑張ってください。ありがとうございました。ブッチャー最後やって元気が出てまいりましたね。もう開放感でしょうね。開放感でしょうね。これでやっと脱げると。そうですね、はい、いやありがとうございました。 HIF の皆さんでした。さあ準々決勝最後の試合です。まずは HDN48 前にお願いいたします。そしてもう一チームはチーム相模原、先ほどお子さんが回し手になったチームですね。前にお願いいたします。さあこれも先ほど両者2連勝で戦って上がってまいりました両チーム。さあ練習はよろしいですか。さあやはりお子さんが出てくるとどうしても対戦相手はやりにくくなってしまいます。そうですね、あの技術校の先生ということで、あのまあお子さんにもあのね、そうですね、その思い通りにならないってことを、ああ、ね、厳しさも必要だと。そうですね、そういうことですね。そうか、人員確保のために緩いところを見せるか。さあ、お願いいたします、おちもり。さあ、どうか。おっと、両者2枚だ。俺も両者2回似てますね、駒が。そうですね、はい、そろそろ当たるかな。当たった、当たった、当たってブレたのは、おっと、おっとブレが大きくなっていた。おっと、おーっと、どちら、落ちまった。胴体、胴体でやり直し、今日初めての胴体でした。さあお願いいたします。もう一度、もう一度いきましょう。もう一回いきましょう。さあどうか、両者に回りです。さあ外から両者中心に陣取ってきて、いい当たり、当たった。おっといい当たりだ。おっとせせりやってる、せせり合いながら、おっと、さあ HDN48 まずはアドバンテージです。子供に容赦ない HDN。 これはの高等職業技術校、容赦ありません。さあこれで HDN 勝てば準決勝進出になります。お願いいたします。さあどうか、今度もいい回りです。いいですね、いい試合ですね。両者投げミスがありません。非常にいい回りです。当たりながら、そうか、サバイバルゲームだ。どっちの回転が鈍くなっていくのか。非常にいい当たりを続きやっています。好勝負ですね。好勝負です。あとどちら、どちら、
相模原チーム相模原アドバンテージいけ頑張れ僕頑張るよさあこれで相模原勝てば準決勝進出ですお願いいたしますよし来た今見た当たったどっちだいい当たりですいい当たりだ当たったあっとぶれてきたあーまた今度は HDL これでは生徒は集まりませんさあどうなるアドバンテージ H2N48 さあお父さんに勝ったさあこれで本気の勝負ですさあお願いいたしますさあどうだと静かな周りから当たった加藤さん先ほどから同じ展開で両者当たってまいりますねそうですね非常にあの中心ができた、はい、いい仕上がりでできているので、ね、そうですね、なかなかいい勝負いい勝負ですねさあどうかおっとまたブレてきたどっちだブレてるのはどっちだあったあーと HDL 2連勝で準決勝進出ですおめでとうございますおめでとうございますブレ来たいですじゃあ準サガメラチームサガメラ様じゃあ一言お願いいたします、お父さんのコマが弱かったんではなく私の設計が悪かったです設計ですかこれ9月のまた関東大会に向けてコマ作りではなく社業に向けてお父さん頑張ろうとよろしくお願いします悔しいね次また頑張ろうねお疲れ様はいさあ次は準決勝ですが少し試合展開の方が早く進んでおりますので、少しブレイクタイムを設けたいと思いますので、何分しましょう3時5分から10分間では3時5分から準決勝を行いますので10分間ブレイクタイムとさせていただきますお疲れ様いいですね、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ切れてますね。いやー、どうもどうもどうも。お疲れ様です。ありがとうございました。どうも。あ、そうです。ありがとうございます。すごい面白い。なんでこうなったの？どうぞ、お立ち寄りください。わかりました。これより全日本製造業さっきの結果がこれです準決勝開催しておりますどなたでもご観覧可能ですのでどうぞこちら緑のパーフェクトの方どうぞ奥までお立ち寄りくださいさあいよいよ全日本製造業駒大戦これから準決勝に進んでまいります、準決勝の前にですね、先ほどアタッシュケースからの仕込みで駒を作ってた金星工業さんちょっとこちらの方にお願いできますかはい先ほど一回水に溶けたコマがもう一度固まってできたのが今ちょうどできましたので土俵の上に乗せてちょっと会場の皆さんにご説明いただいてよろしいですかなんだこれはこちらに見えますのが先ほど回ってたコマですこれがコマなのか無事戻ってまいりましたきれいな形でブーメランゴマですね生まれたままの姿に戻りましたなんでこうなったかなんでこういう風になったのかの技術的な説明を技術的なですか、はい、真面目に説明しますか真面目にじゃあ皆さんですですね、材質、まあ、鋳造、まあ、自分の会社は鋳物をやってるんですけど、まあ、鋳物屋、はい、鋳物屋
やってるんですけども、普段は鉄を溶かしてます、はい、1400度1500度という世界で仕事をしてるんですけども、まさかここで1400度1500度の実演はできない。それは無理ですね。できないので、でもやっぱり金属が溶けてるところを皆さんに見ていただきたい。なるほど。で、鋳造というのは型に溶けた金属を流し込むという、はい、それをまたこの場で再現したい。なるほど。そうなった時に融点の低い金属を選んで材質にしてきました、はい、で、まあ、溶けないのは分かっているんですけども、はい、でもなおかつなかなか比重の高いものないかなということで、いろいろやっぱり単純に、一つの金属だけではなくて、はい、やっぱりあのいろんな混ぜて、合金化して、そういうことですね。はい、やっております。何の合金、何と何をっていうのはちょっと入れない、はい、それは企業秘密です。ね、まあ、栃木ね、那須塩原からわざわざアタッシュケース一つで来ていただいて、なかなか素晴らしいものづくりのパフォーマンスを見せていただきました。金星工業さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。で、このブーメランコマは一応今大会のコマの、ボックスの中に一緒に収めさせていただきますので、入りますか、はい、優勝されたから後からこれなんだっけっていうことのないようにですね、はい、あと、こちらがですね、あまり移動中に高温のコマに行ったりしますとまた姿を変えますまた変える、はい、変えます。アメーバーのような、できれば、はい、空便で輸送して、空便で輸送めんどくさいコマ、超めんどくさいですね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。金星工業さんでした。さあ、皆さんお待たせいたしました。準決勝進めていきます。それでは準決勝、まずは第1試合です。品川区から日本コンピュータ開発チーム1、前にお願いします。相変わらず素敵ですそしてもう1チーム、小金井からザ・ブンブル小金井、前にお願いいたします。ごま持っていってください。さあ、おっとこれはいけない、これはいけないぞ、あっとこれは反則ですね。失格かもしれませんね。実況の私ですがまだ握手をしていただいてないのにこれはどうかと思いますが、先に一言ずついただきましょうか。そうですね、はい、じゃあまずはチームアンさん一言お願いいたします。いいぞ。さあ、小林さんお願いします。握手していただいてありがとうございます。そっちか。そっちかい。この先もあるからね、頑張ってね。おっと、強く出ました。さあ、ちょっと練習をじゃあお願いいたします。チーム1は日本コンピューター開発さんの、コマで、IT 企業としては初の準決勝進出になるんじゃないかなと思います。しかも今回浴衣でのいでたち、パープルと藍色、素晴らしいコンビネーションで実況の私もメロメロになっておりますもう一チームはザ・ブングル小金井さん。実はチーム小金井は第1大会、そして前回の信州大会ではチーム小金井チームが準優勝ということで、非常に駒大戦の中では強豪ということになっております。さあ、準決勝そろそろ参りましょうか。落ち森伊之助よろしいですか、はい、さあ準決勝第1試合です。どうか、そう入った、外から回ってくるのが小金井、静かな立ち上がりですね。笠原さん、ね、非常に似たような設計の思想の駒で、はい、かなりあの拮抗した勝負を見せているかと思います。そうですね、両チームとも低重心ですね。おっ、おっと、おっと、おっと、小金井、よし小金井、ブレてる、ブレてる、ブレてる、このままこのままブレよこのままアンちゃんに勝利よ。おっと
いやー、笠原さん、はい、予想外の展開でしたね。そうですね、はい、杉田さんの念みたいなものが伝わった。そうですね、せっかくのこういう機会ですから、皆さんの、ツイッターとかフェイスブックでバンバン写真を撮ってアップしていただいて、渋谷署盛り上げてやってください。さあ2ゲーム目いきますか、はい、これでアンちゃん勝てば決勝進出になります。お願いします。どうか、ちょっと待った、ちょっと長くなりましたね。ちょっと動きが激しい。しかし中心で両者安定し始めた、うん、やはり低重心で安定してるからこその。そうですね、ちょっと、はい、見た目にひょっとしたら地味かもしれませんけども、かなりすごく低重心で安定した回り見せて。おっと、小金井ブレてる小金井がブレてるんじゃないか緑川さん、いかがですかこの展開。明らかにブレてますね。ブレてますね。いやー、頑張れチームアップさあ、両者一進一退の駒だが、おっとちょっとチームアンにブレが生じてきたか。どうだ、おそらくこの場にいる男性陣はみんなチームアンの味方だ。どっちだどっちだ、あっと両者ブレが大きい、ブレが大きくなってきた。あっと厳しい戦いだ、一進一退の攻防。あっと、笠原さんどうですかこれ。そうですね、これあ、だいぶ触れてきましたね。ちょっと行事が大変そうですけど、行事泣かせの準決勝第2試合どうか、あっと、やだ、でもしゃぶれた。くわ、どうか、どっちだ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 、どうか、さあ、くわ、くれやん、さあ、と、どっちだ、行事の判定はどっちだ。小金井、アドバンテージ小金井に移りました。非常に残念な結果に終わってしまうのかさあ、アドバンテージは小金井。いやー、第3ゲームです。お願いします。あーっとこれは悔しい、これは予想外の展開ですね。チーム小金井、空気読めず決勝進出ですまだ待ってるぞ小金井。いやー、素晴らしい試合でした。いやー、いやー、会場が一瞬にして凍りついてしまいましたいやー、敗れましたチームアンのお二人に一言ずつお願いいたします。準決勝まで、おめでとう、 お疲れ様でした。もう一人素晴らしい戦いを出しました。チームアンに皆さん、もう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとう、ありがとうチームアン、ありがとう浴衣娘素晴らしい。さあ、これでもう私の仕事は半分終わったようなもんですので。いやー、笠原さん、はい、やはり強いですね小金井。そうですね、小金井さんはもう、はい、ね、経験も積まれてかなりノウハウも溜まってきていると思いますね、はい。さあ、決勝戦が楽しみになってまいりますね。さあ、準決勝もう一試合いきましょうか。足立区から OTS 前の方にお願いいたします。そしてもう一チームは秦野から HDL48 お願いいたします。さあ、準決勝第二試合です。先ほどは子供を泣かせた HDN48 か、極物 HFA を破って上がってきた OTS か。さあ、練習、あ、そうですね、一言ずつじゃあお願いいたします。今回の駒は、
汎用先端でコンピューター使わずに自分の腕を信じてくれました、最後まで結果を残せるように頑張ります。はい、ありがとうございます。じゃあ、おじいさん、お願いいたします。北斗駅から徒歩10分なので、10分ぐらいは回りたいなと。回りたいなと。はい、よろしくお願いします。頑張ってください。さあ、練習はいかがですか？ちょっと、エッジ、よろしいですか？はい。じゃあちょっと隣でザ・ブングルがチームアンちゃんと喋ってるのが非常に気になりますがさあ準決勝第2試合です。お願いいたします。どうか、いい丸ですね、笠原さん。そうですね、投げ出しは順調ですよね。非常にいい試合です。おっと、当たった、どうだ、どちら。細かいせせり合いが続いています。両者静かな展開です。非常にいい勝負ですね。いい勝負ですね。男と男の戦い。さあどうだ、ちょっとブレてきたか。両者ブレが大きくなってきた。これも行司泣かせの展開か。さあどうだ、あとどちら、あとです。アドバンテージ OTS です。いや、なかなかいい試合ですね、笠原さん。そうですね、これ、はい、白熱した試合を見たんです。そうですね、ちょうど左手の画面を見るときにチーム1の2人が目に入ってしまって、ね、試合どころではなくなってしまってますが、チラチラ見られてますね、はい、さあアドバンテージ OTS で第2ゲームです。お願いいたします。どうか、ちょっと投げですか。ちょっと詰まった、斜めに入ると結構バチバチ当たって面白いです、ね、そうですね、はい、たどうか、今度は HDL か。なかなか、あとブレた。当たりながら少しずつ斜めにブレていく。おっと、両者同じようなブレになってきた。あとどうした。おっと、OTS 強い。OTS 決勝進出は安達 OTS です。いや、 HDL さん、一言お願いいたします。はい、はい、いや、素晴らしい戦いでした。HDL さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。いやー、笠原さん、はい、いよいよ決勝進出2チームが決まりました。そうですね、はい、ザ・ブングル・コガネリと OTS、くしくも東京都からの2チームの決勝戦ということになります。本来であれば決勝戦にこのまま進んでいく予定ではありましたが、実況の私の独断でもう一度アンちゃんが見たい。もう一度君の後ろ姿が見たいんだ俺は。後ろ姿ということで3位決定戦を行います。じゃあチームアンさん、前の方にお願いいたします。そして HDL48 先生、もう一度前の方にお願いいたします。先生、やりにくい、読んでよろしくお願いいたします。やりにくい相手とばかり。いやー、笠原さん、はい、このやはり風景、やはりいいですね。そうですね、はい、こちらのアングルがいいですね。いいですね。本当にね、このお二人のうなじがこうちょうど見えて、やはり渋谷に来てよかったなとつくづくね、思っておりますね。そうですね、はい、練習はよろしいですか。よろしいですか。さあ、全日本製造業駒大戦渋谷場所3位決定戦です。どうか、おっと激しい当たりだ。ちょっと投げがミスったか。どうだ、低重心のチーム
おっと中央に陣取るは HDL、うん、俺を倒してみろと言わんばかり中央に陣で取ります。おっとこれはおちもり当たってますか。当たってます。微妙に当たってぶち当たっている。さあどうか、そろそろ HDN の回転が落ちてくる予定の時間ですがどうかまだ。おっと両者ブレが大きい。おっとおっとおっと、さすが先生、ブレが大きいぞいいぞ計算し尽くされた。おっとおっとチーム1、チーム1まずはアドバンテージです。さすが先生盛り上げるとこは盛り上げて最後はスッと引く、さすがです、大人です、大人ですね。さあ第2ゲームです。あった、ちょっと飛びながら回ったか、大丈夫か。うーん、よっしゃ、離れたまま一定の距離を保って少しずつ少しずつチーマンが近づいていく。おっとおっと、持久戦か、持久戦だ、当たっていない、両者当たっていない。これは時間勝負になりますね。じゃあね、時間勝負ですね、どちらの持続力が強いか。さあどうか、チーム1の2連勝で勝負はついてしまうのか、それとも先生空気を読まずに、おっとチームよし、おっとあー持久戦に持ち込まれたチーム1。おっ、それでも当たる、それでも当たる、どうか、当たると思う。おお、当たって戻る、当たって戻るチーム1、どうだ、おっと今度は HDL 阪神、おっと決まった、行事どっちだ、行事どっちだ、さあどっちだ、チーム1、チーム1だ。全日本製造業駒大戦渋谷場所第3位はチーム1です。おめでとうございます。じゃあまずは HDL 先生から一言お願いいたします。最後にこういう嬉しいプレゼントしてる、ありがとうございます。いやー素晴らしい先生、大人だ、素晴らしかったです。いやーあんちゃんお願いします。よく頑張った、はい、皆さん3位決定戦戦いました、両チームにもう一度大きな大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。さあ中野さん、はい、3位はチーム1ということで、そうですね、IT 企業が第3位ということで素晴らしい成績でしたね、はい、素晴らしかったです。あ、これ作ってるのはゆうきさんでしょ。そうです、ちょっと説明しない、実はこのチームアンさんもですね第3位のコマなんですが、今日解説の有形精密の笠原さんの会社のゆうき精密さん、そうですね、はい、一緒じゃないです、一緒じゃないあの茅ヶ崎で雪精密の会社に、私おりますので、はい、あのこのコマの製造の件で、はい、まずあの日本コンピュータバンさんからご相談を受けまして、あのでもただですね、あのそんなにうちサポートしてなくて、はい、あの2種類最初に設計を出していただいたうちの、はい、片方ほとんど手を加えずに、若干あの先端形状うちので研磨入れて、はい、という形での出させていただいてますんで、はい、あの特にうちの力というわけではなく、もう作っただけで、もう作っただけ、言われたまま作っただけ、そういう感じで、あ、まあ、僕は投げてはよかったと思いますけどね。そうですねいやと言いながらも有機精密の社長様がこちらから悩んでいらっしゃいますのでさすが有機精密の駒というところもこう分厚くこう宣伝しておきたいなというところですけども、第3位おめでとうございました。あ、時間はよろしいですか、どうですか、ちょうどいい、
さあ皆様皆様、大変長らく大変長らくお待たせいたしました。全日本製造業駒大戦 G3 渋谷場所決勝戦を行います。まずは小金井から参戦、ザ・ブングル小金井チーム、前にお願いいたします。そして対するは東京都足立区 OTS、 前にお願いいたします。さあ決勝戦を前に両チームから一言ずつお願いいたしましょう。ではまずザ・ブングルから。ここがね、ザ・ブングルチームです。一軍は先週の新州場所で疲れちゃってまして、あのヘロヘロなので、今日我々が、まあ、体力余すところで今日頑張っています。このままやっちゃおうと、勝っちゃえば一軍に昇格がもうじきだと思います。頼むよ投げて。ありがとうございます。それでもう一チーム、 OTS さん、気合の一言お願いいたします。まあ、コマは見て通りですね、全然いけてなくてですね、多分生きてる元東京でも最下位ぐらいなんですけど、まあ、ちょっと実力で頑張ってちょっといけてるコマにしたいと思います。はい、ありがとうございます。両チーム決勝戦を前の練習いかがでしょうか。もうここまで来ますと投げ手の熱き思い、そうですね、どこまで勝ちたいかという熱き思いですね、これにかかってきていると思いますね。そうですね、コマの仕上がり自体はもう非常にいいことが分かってますんで、はい、あとはもう本当にプレッシャーかけるじゃないですけど、投げ手次第ですね。そうですね。ここで投げ手がミスると全てが水縄ということになってまいります。風紀はさっき呼んでほしかったんですが、この場に及んで読んでいただかなくても結構です。うまく投げてください。さあ渋谷場所決勝戦お願いいたします。はい、じゃあ行きます。おいで、さあどうか、どうか、両者いい回りだ。非常に安定して回っている。どうか、行事これ当たってますか。当たってますね。決勝戦にふさわしい非常にいい試合です。小金井の低重心の駒が非常に安定してますね。安定してますね。ちょっと TS 由来できたか。さあどうか。これ重量では確実に OTS の方が、そうですね、重量対、まあ、その安定性という、安定性、低重心の安定性ということですね。緑川さんいかがですか。対照的な駒ですからね。これは結構今後の駒対戦にも結構、おっと動き出ましたね。ちょっと待ってください。おっと動き出た。おっと OTS 危ない。あっと上からかぶしていくか。どうか、低重心の小金井安定している。うわっと、このまま勝負決まってしまうのか。どうか、さあどうか、強いのか。うわー小金井強い。うわー小金井強い。うわー、笠野さん、いかがでした。はい、これ非常に白熱した戦いで、本当にね、対照的な、はい、駒で、次も、はい、どういった展開になるかというのは全く逆の展開考えられますので、そうですね、非常に楽しみですね。はい、会場の皆さん、決勝戦です。少しもう少し前の方に寄ってかぶりつきで見ていただきたいと思います。どうぞ前の方にお願いいたします。さあ決勝戦第2ゲーム、この勝負、小金井が勝てば優勝となります。さあ OTS 踏ん張るか。じゃあお願いいたします。じゃあいきます。頑張って、かっこいい。どうか、またいい回りです。今回もいい回りだ。あー当たった。どうか、どうか、やはり低重心ですね、小金井。そうですね、接触が多いと、低重心で安定している分、はい、小金井さんの方がね、そうですね、有利になるかと思います、ね。はい、おっと、一回離れてまた当たった。
さあこの試合展開はどうか。おっとカメラで写真を撮る余裕がある。これすごい余裕です。憎たらしいほどの余裕だ。うわどうかどうか。うっとオーディエスまたブレてきた。しかし両者踏ん張る。いい勝負ですね笠原さん。そうですね、はい、この展開はやはり先ほどと同じような形で、同じような感じですね、はい、少しずつ OTS が厳しい感じになってきました、ね、はい、ブレが生じてきました。ここはなんとか踏ん張ってほしい。おーどうか。ちょっと揺らぎが大きくなってきた。やはり低重心の勝利か、うん、ここがない。コツコツはしてますね。どっちだどっちだ。うん、低い。あ、当たってはいるが、どうか。うわ、これは勝負終わってしまうのか。まだ回る。おじゃーっと終わった。いやー、小金井優勝は小金井。ザ・ブングル小金井、憎たらしいほどの強さ。いや強かったですね、笠原さん。非常に強かったですね。あの今回あのこの小金井とですね、はい、あとチームワンも同じような感じで、あの低重心タイプの駒、低重心タイプの駒ですね。非常にあの健闘した大会でしたね、はい、じゃあすいません、まずは敗者の準優勝に終わりました大手さんから一言皆さんにお願いいたします。まあ、あの実はこの駒、あの、まあ、回しである彼がですね、あの汎用戦盤で夜遅くまでちょっと試行錯誤して、はい、作った駒で、はい、まあ、一応、まあ、地味ですけど、はい、まあ、勝てる駒を作ったので、なるほど、あのやっぱりさすがあのチームコンビが低重心で安定した駒を作ったので、まあ、ぜひ頑張って力を入れてほしいと思います。はい、それでも準優勝です。おめでとうございます。ありがとうございます。それでは優勝しましたザ・ブングル小金井チームお願いいたします。いや、小金井はもうこういう大会3回目なんですけど、一軍もせいぜい準優勝ということで、我々が優勝を取った。うん、で次からは一軍として我々が、そうですね、そうですね、出ることになると思います。はい、お西裕之もよろしくお願いします。お願いいたします。じゃあもう一方、はい、お願いいたします。投げ手の方ですね。あのまさか優勝すると思ってなかったので、正直悔しいですというパフォーマンスを用意したんですが、なるほど、そのパフォーマンスができずに優勝ということで、優勝はザ・ブングル小金井チームです。おめでとうございます。おめでとうございます。そして会場の皆様、決勝戦を戦いました両チームにもう一度盛大な拍手をお願いいたします。あるよ、ありますよ。お待たせいたしました。ではこれより表彰式を開催させていただきます。まずは本日のデザイン賞からあの発表させていただきたいと思います。あの皆様に投票していただいた第1回イケてる駒大戦の人気投票の結果をデザイン賞とさせていただきます。あのちょっと後ろの方見えにくいかもしれないですけども、結構競ってますね、いい感じに。これじゃない、数えた方がいい、数えたよ。ちょっと、はい、ちょっと申し訳ない、少々お待ちください。数えてない。あの完全にバイアスが入ってる気がするのは個人的な。
発表させていただきます。第1回イケてるコマ対戦、大人気の獲得いたしました。ただすごく競っていたんですけども、27点獲得いたしました。再びチームアンさん、おめでとうございます。もう一回紫、どうぞご当選者の方に。おめでとうございます。おかしらより表彰状をなってしまいます。表彰状、全日本製造業駒大戦 G3 渋谷場所デザイン特別賞、以前は全日本製造業駒大戦 G3 渋谷場所において子どもから大人までたくさんの人を利用し、ファン投票の結果多数の支持を獲得したことをたたえ、本庄並びに商品を贈り表彰いたします。平成24年8月5日審議隊長緑川、おめでとうございます。おめでとうございます。チームアンさんです。日産工業新聞さんからいただいたものづくり大会新書、ありがとうございます。もしよろしければ一言一言でもお言葉をいただけますでしょうか。ありがとうございました。チームアンさんです。もうこれで優勝チームで、ではこれより改めて本日の優勝チームの表彰式となります。では優勝者ザ・ブングル小金井、小金井チーム、あどうぞステージの上でお上がりください。おめでとうございます。渋谷場所の優勝者のチームです。表彰状、全日本製造業駒大戦 G3 渋谷場所優勝、ザ・ブングル小金井殿。以前は全日本製造業駒大戦G3 渋谷場所において抜群の威力を持つ駒を製造され、強豪渦巻く中見事優勝されたことをたたえ、本庄並びに商品を贈り表彰いたします。平成24年8月5日審議隊隊長緑川、おめでとうございます。おめでとうございます。もう一つ、おーっと出ました、駒大戦総合人の駒、金星工業じゃなくてできたの、できた、できた、入ってる、入ってる、変だけどでは本日参加チームの全ての駒を優勝チームに贈呈、駒総合です。おめでとうございます。おめでとうございます。悔しいです、やりたかったんだけど勝つことができました。これもあの皆さんのおかげです。ありがとうございました。うんと言わなくてすいませんでした。おめでとうございました。ただいま優勝者です。記念写真となっております。
も頑張るぞ。ジロー綺麗ですどうしたらいいの？ありがとうございます。本当だよね。こんな感じでいい。もうちょっとパフォーマンスできるんですけどね。はい。もうこれの始まって終わらないんだ。以上をもちまして表彰式の終わりになります。ありがとうございました。最後の駒大会終わりにつきまして、お頭から始まりの方に終わりをちょっとぜひ締めにさせていただければ。はい、これをもちまして、締めましょう。終了いたします。皆さんにこんなに集まっていただいて非常に集大成としても、嬉しい限りであります。この後駒大戦は、東北場所をはじめ関東場所各地で予選会が行われ、来年2月にはまた日本チャンピオンを決める大会を行います。それ以外にもこのような G3 で、各地で回ることもありますので、皆さんその時にまたぜひとも応援ご協力ご参戦よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。すいません、あの勝手なことばかり。すいません、悪者になっていただいてありがとうございます。やっぱり強いチームが悪者になるって言われてました。どうも、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 YouTube でした、見てください。